ジョン・エドワード・ケンナは、アメリカ合衆国ウェストバージニア州出身の民主党、政治家であり、1883年からその死の1893年まで、ウェストバージニア州選出のアメリカ合衆国上院議員を務めた。ケンナは、バージニア州カノワ軍戦闘オールバンズ近くで生まれた。ほとんど教育を受けておらず、南北戦争中の16歳の時に、 南軍のジョセフ・オシェル・ビー・将軍の鉄の旅団に従軍して負傷した。故郷に戻った後、法律を勉強して1870年に法廷弁護士として認められた。ウェストバージニア州で台頭しつつあった民主党で大変活動的な役割を担った。1872年のカノワ軍検察官から1875年には、軍巡回裁判所の臨時判事に上り、 1876年にはアメリカが衆国会員議員になった。この下院議員である間に鉄道法制律を推進し、出身州における石炭、木材及び製塩業の助成のために、不審産業支援のための改革を行った。これらの活動により、1883年には終戦室のアメリカが衆国上院議員に選出され、 その二つの目的のために戦いを継続した。ケンナは上院における民主党院内総務となり、政府の行政機関独立問題で協力で議論を、呼ぶ発言者として対頭した。いくつかの問題では、グローバー、クリーブランド大統領を力強く弁護し、関税改革法案成立に失敗したことで、上院多数党の共和党を非難した。 その輝かしい業績は1893年1月11日、44歳での休止によって途絶された。1901年、ウェストバージニア州は、ワシントン DC アメリカ合衆国議会議事堂の国立彫像ホールコレクションに、州から寄贈する2体の彫像の一つとして、県那の大理石像を寄贈した。国立彫像ホールコレクションに収められている県那の彫像を、 ありがとうございます。